world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. 毎度おはようございます。明るく楽しく元気よく、本日は尼崎へ向かいます。尼崎ね、今日は8時おろしなんですよ。で、まあ床も重量的にもいっぱいいっぱいなんで、その一軒おろしでございます。いやー寒いですね。いや関東はもっと寒くなるんですね。雪だらけで、もう朝からテレビでずっと言うてますね。なんかリモートできる方はリモートでっていうね、そんなにもやばいんや。まあ、大阪選手ただいまの気温はですね3度、外気温は3度、氷点下になることはだいぶ少ないかな。交差点、まあ助かってるんですけど、今日は尼崎ですね。お弁当は買いません。昨日買ってもたけどね、今日はもう絶対に買いません。今日はスパゲティでも作ろうかな、久しぶりにね。そうしようと考えてます。本日も一日ご安全に、どうぞよろしくお付き合いくださいませ。完了、尼崎官僚交差点、よし、中心のすぐ内側から歩行者なし、ゆっくり見ながらね、歩行者はなし、なんかなし、よし、よっしゃ、尼崎官僚7時40分、早いね。むちゃくちゃ早いね。今からちょっとね、タイヤ屋さんに行ってマス締めしてもらいたいと思います。あれですよね、左っかの後ろの後輪タイヤなんか外れるのが多いらしくて、会社からね再度チェックしてくるようにということなので、タイヤ屋さんに行ってマス締めしたいと思います。やってるかな、こんな早くから。まあ8時頃着いてのんびり行こうか。さあ到着です。今からマス締めをしてもらいます。車はここ、マス締めタイム、まだ早いんですよ。まだ8時なんで、まあちょっとゆっくりして関空行って、またゆっくりして。あかんな、暇じゃな、早く荷物が降りると暇じゃな。今ねしてくれてます、マス締めを。ありがたい。危なかったな、危なかったな。関空に帰ってきて、もうじゃあちょっとご飯にしようかなと思って、スパゲティを作ろうと思った瞬間にお電話がありまして、本着があるらしい。痛みまでの本着があるらしいんで、危なかったよマジで。もうちょっとで作るとこやったの。直そう、行く準備しよう。また電話かかってくるやろうけど、許可上がりましたって電話かかってくるやろうけど、よし、今日はねたらこスパゲティにしようと思ってたんですよ。がっつり準備して、さあ準備して沸かそうかと思ったらかかってきた。危なかった、もうちょっと遅かったらもうあれやわ、作ってしもとったわ。これ作ってしもとった、途中でやめられへんからね。危ない。よし、痛みか。ゴロちゃんがやってまいりました。走ってった、痛みへ行きます。痛みへ渋滞してんのかな、どうなんやろ。空いてたらいいんやけどな、流れが悪くなった今。ストップ。よし。さあ痛み納品完了でございます。帰ろう関空。関空でええんかな。
まあ一応関係帰ろう。お腹減ったな。口はスパゲティの口やけど。よしよし、カン君に帰ってまいりました。今日は山盛り入れてくれたな。米山盛り入れてくれました。いただきます。今日は生姜焼き弁当にしました。バランは先に取る派です。バランは先に取る派です。よし、生姜焼き。よし、お疲れ様でございます。ただいま奈良県天理市です。本日2発目の本着、奈良県天理市配達完了です。交差点よし、速報なし。これで今週の業務は終わりです。車庫に帰ったらね、金土日と3連休ですね。金土日3連休で、月曜日は朝一泉大津で積み込んで、いつもの天ヶ崎ですね、という感じで今週は終わりです。あー、終わった終わった。交差点はよし、いけるな、大丈夫だ、 OK、 終わりです。あとはね、帰るだけなんですけど、はい、ちょっと混んでるかな。さっき行きしな、ここの道めっちゃ大渋滞してたんですけどね、郡山から乗るのね。まあ、郡山から乗って岸和田まで行って、岸和田で降りて交差点よし、信号大丈夫、岸和田で降りて車庫に帰りたいと思います。なかなか日長くなりましたよね。今5時なんでね、まあ5時って5時10分なんですけど、まだ暗くないですもんね。うん、まあまあ夕日がね、左側から照ってるんですけど、すごい日長なったな。やっぱ日長い方が嬉しいですよね。うん、僕は好きです、日長い方が。あー、大きいサイズの店ある。あかん、そんなこと言ったか。今まで着てた服、昔に着てた服が入れるようにならないと。速報よし、いける。よし、それでは完全に車庫まで帰りたいと思います。よし、車庫到着です。終了、帰ってまいりました。本日も一日お疲れ様でございます。無事故無違反で帰ってこれたことに感謝です。さあ、休み3連休、土曜日は焼肉食べ放題の日です。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日お会いいたしましょう。さようなら、おきに。あ、今日ごちそうさまです言うの忘れた。ごちそうさまでした。